万博からお届け研究者図鑑。こんにちは。さまざまな分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑のお時間がやってまいりました。私案内役の日表です。本日ご紹介する研究者は大阪大学コミュニケーションデザインセンターの金目真理子さんです。金目です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、本日はですね、大阪府のこの万博記念公園からお届けしております。ちょっと今見えにくいかもしれないですが、真後ろにですね、太陽の塔がありまして、あります。まさにこの何ていうんですか、芸術の象徴のような、はい、そうですね、はい、ということでですね、はい、本日はそういったあの芸術についてお話ししようということで、はい、こういうちょっと後ろに背景に芸術的なものがあるところで芸術の話をお聞かせいただくという、非常に贅沢な、はい、させていただきます、はい。それではあの一つ目、本日の3つのキーワードですね、はい、こちらのキーワードになっております。では早速一つ目からしていきたいんですが、はい、ロジャーフライとブルームズベリーグループですね、はいはい、こちらはどのような内容なんでしょうか。はい、ロジャーフライというのは、はい、20世紀初頭に活躍したイギリスの美術批評家です、はいはい、私はそのロジャーフライの、批評の、理論ですね、はい、それを中心に取り扱っておりまして、でブルームズベリーグループというのは、はい、そのロジャーフライと密接な関わりを持っていた、はい、これまたその20世紀初頭、イギリスを拠点としたロンドン拠点とした、はい、あのグループです、はい、ロジャーフライさんというのはどのような一番有名なのは、はい、ポスト印象派という言葉ご存知ですか。ポスト印象主義とか、はいはい、その名付け親とされています、はいはい、でポスト印象派というのは今は後期印象派というふうに日本語で訳されていますけれども、はい、それは実は誤訳でして、はい、印象派以降のフライがその名前を付けたのは1910年当時ですから、はい、その時代までの、あらゆる新しい、絵画ですね、はい、それを全て総称して、ポスト印象派というふうに呼んでいました、はい、まあ、あらゆるっていうのもちょっと間違い語弊がありますけれども、はいはい、当時の象徴的な新しい動きみたいな。そうですね。でもっと的確に言えばロジャーフライがポスト印象派展というのを1910年と12年2度行っているんですが、はい、その2度の展覧会で扱った、はい、芸術家ですね、それらに対してその名前を与えています。はい、はい、なるほど。そういった形でその芸術の評論をされていた、はい、そうですね、はい、はい、そうです、はい、では、もう一つこのブルームズベリーグループと、はい、はい、ブルームズベリーグループは先ほど言いましたように、まず地名ですね、はい、はい、ブルームズベリーという地名、はい、はい、ロンドンの中心街にブルームズベリーの街というのがストリートがありまして、はい、で、そうですね、今でいうと大英博物館の近くです、はい、はい、でそこにバネッサ・ベル、あ、バネッサ・スティーブンと、はい、バージニア・スティーブンという、スティーブン姉妹がおりまして、はい、で彼女たちを中心に、そのケンブリッジ大学の知的エリートたちが集まってきてたんですね、はい、でそれがその、ブルームズベリーグループと呼ばれるようになったサークルです。はい、はいはい、なるほど。じゃあこの場所にさまざまな集まっていたということで、そうですね、はい、当時の非常に、はい、まあ、なんていうか先進的な、そうですね、アッパーミドルですか、その、イギリスっていうのは非常にその階級分けの厳しいところですから、はい、どちらかというと富裕層、はい、もっと具体的に言うと、はい、上層中流階級とでも言いましょうか、はい、そういった、人たち、はい、そしてケンブリッジ大学にほとんどの人たちが入っていた、はい、優秀な方たちですよね、はい、まあ、いわゆるエリート集団というですね、はいはい、この両者の関係というのは、はい、ロジャーフライもまたケンブリッジ大学出身なんです、はい、でただしそのブルームズベリーグループのメンバーたちですね、はい、中心的なメンバーよりもロジャーフライっていうのは15歳から20歳年上、はい、でつまり彼らの先輩筋にあたる、はい、人物です、はい、なるほど、はい、では研究としましてはこの両者の関係というものを紐解いていくと思います。ではどういったそのこの両者というのを結びつけるといいますか、キーマン、そのブルームズベリーグループの中には、はい、その小説家もいれば、はい、経済学者もいれば、
それからフライと同じように批評家もいるんですね。はい、でその、人たちの、その書き物、はい、テキストっていうものを見ていくと、うん、はい、共通の視座というか地平というものが読み取れると思うんです。はい、でそういったものを拾い上げていくことに関心を持っています。はいはい、おー、なるほど。で彼らのそういった示唆というのが、このロジャー・フライさんの影響をこの彼らも受けて、うん、そうですね、ロジャー・フライの影響を受け、かつ彼らもまた彼、あのロジャー・フライに影響を与えたという相関関係があったように思います。はい、はいはい、おー、なるほど。じゃあその何か軸になるような理論みたいなのが、そうですね、私が今念頭に置いているのは、はい、バートランド・ラッセルの考え方なんですね。はい、バートランド・ラッセル、でラッセルのその考え方にもしかしたらフライが影響を与えたかもしれないし、はい、もしかしたらそのラッセルからフライにっていうことも考えられますし、はいはい、とりあえずそのバートランド・ラッセルの理論というものが、はい、その一つの、そういうケンブリッジの認識論と呼ばれる思想潮流の、はい、規定にあるんじゃないかというふうに思っています。はい、認識論というのはどのような、ケンブリッジの場合ですね、一般にあの認識論っていうのは、はい、あの認識の仕方っていうものが問題になりますよね。はい、どういうふうに、つまりその対象の存在を問うわけではなくて、はい、もうあるなしに問わずどういうふうにその対象を捉えていくかと、はい、でその人が中心というのは、うん、はい、そうですね。でケンブリッジの場合はその時に、まず最初に主体があると、はい、で主体がどのようにその対象と関わっているか、はいはい、という、問題、はい、でそこで非常に興味深いのは、はい、ここからじゃあラッセルの、はい、理論を、説明していきますと、はい、例えば、ここにはそうですね、何がありますか、ベンチがあるんですね、はい、青いベンチがあると、はい、でこの青いベンチは今私たちが見ていて、はい、座っていて、私たちはこの青いベンチがあるという時に、はい、青いベンチがあると思う、はい、あるいは青いベンチがあるのが見えた、はい、そうですね、っていうふうに言いますね、はい、でその見えたとか思うの主語は私ですね、はい、でそういった私たちがもうエモノレール乗って帰っちゃったとしますよね、はい、で誰もいなくなったこの公園に、はい、このベンチはそのままあり続けるかどうかっていうことです、はい、つまり観察者がいなくなっても、ね、はい、この青いベンチはあり続けるかどうかという、はい、認識主体不在の認識の問題ですね、はい、でそれがその、当時の20世紀初頭のケンブリッジの、はい、中心的な関心事になります、はいはい、それをまあ何て言いますか、ものすごく哲学的な、うん、そうですね、哲学の範疇に入る、はい、ですよね、はい、それではラッセルはどんなふうに、はい、それでラッセルはですね、はい、この、観察者の不在のこの対象物というものが、はい、そのあり得る、根拠として、はい、その前提を考えるわけです。でそこで一つの仮説を考えます、はい、でその、認識対象ですね、はい、知覚主体がいなくても、まあ、存在する、はい、見られていない対象に対してセンシビリアというのがあります、ね、はい、で簡単に言えばセンシビリア、簡単に翻すと感覚されるものということですよね、はい、だからまだ感覚されていないと、はい、実験に感覚するだろう、はい、でラッセルはこの、センシビリアのことを男と夫のような関係ってことを言うんですよ。男とは、はい、つまり男の人は婚姻を結ん、はい、婚姻関係、姻戚関係を結んで夫になりますよね、はい、そうですね。 でもこういうその見られていない対象、まあ、私今見てますけど、はい、センシビリアっていうのは見られることによって感覚対象になる、はい、そういうような面白い説明の仕方をしています。じゃあ現在この椅子は夫なわけですか。そうですね、夫になったわけです。私たちに見られたことによって、はいはいはい、私たちの、なんていうでしょうか、眺めというか、はい、結婚したわけですね。残念ながらもうモノレールに乗ってしまうと離婚してしまうわけですね。夫ではなくなってしまうわけです、はい、そうですね、夫ではない状態になるわけですよね。はい、例えとしてそういうふうに、そうですね、例えとして彼はそういうふうに言っています、はいはい、そういった理論というのが、この
ブルームスベリングループに影響を与えているかもしれないと、そうですね、そういったものに現れているという、そうです。で、そのブルームズベリーグループ の、 あの例えばバージニア、先ほどあの取り上げたバージニアウルフの小説ですとか、はい、ロジャー・フライの批評理論の、手法ですね、などに見られるわけですが、そのままあのそのセンシビリアという概念が入っていたというよりも、はい、その、見る対象不在の、はい、ごめんなさい、見る主体不在の対象ですね、はい、というもの、そういったものも、私たちが見ている対象、はい、眺めですね、そういったものも全て含む、眺めの経緯というものがあると、はい、でそれをパースペクティブ空間というふうに言い出せるわけではない、はい、でその、なんていうんですか、見られていない対象に対する眺め、はい、つまり、逆に言えば見る主体がない対象ということも言えるわけですけれども、はい、それも実際に私たちが見ている対象も全て含んだ眺めというものを一つの空間の中で平地する、はい、見ているものも見ていないものも、うんうん、その眺めその、そうです、眺めそのものを、はい、眺めという形そのものを、はい、様々な形をですね、はい、一つのその統一的な空間の中で解釈するという考え方です、パースペクティブ空間、そうです、パースペクティブ空間ですね、はい、なるほど、そういったパース、ではそのパースペクティブ空間的な表現というのをされています。そうですね、あのバージニア・ウルフの小説なんかにも、はい、見出すことができます。文章でそれを表現する、はい、そうなんです、はい、で文章で表現するときにはそれはあの今その主体と対象っていう言葉を言いました、はい、で主体っていうのはサブジェクト、はい、対象っていうのはオブジェクトっていうふうにすると、はい、それを文章上で翻訳すると今度は主語と目的語っていうふうに、はい、その関係に置き換えられると思うんですね、はい、でそのバージニア・ウルフの小説の形式も非常に面白くて、はい、自由間接話法なんていう難しいあの専門的な言葉を使ったりもするんですけれども、その一つの例えば青い電池があるというこの言説、はい、この言説を言った主体、はい、例えば私とかあなたとか A さんとか B さんとか、はい、そういったものがだんだんと、捨てられていく、はい、あの言及されなくなっていくんですね、はい、で特にそういった、特徴が際立っているのが、はい、あの彼女の波という小説なんです、はい、The Wave という小説の中で、はいはい、その波の後半では、はい、もう本当にその私は思った、私はが考えた、あなたが考えたっていうような、はい、あのそういったあの主体を示す、文章というものが省かれていますので、もう中身だけなんです、はい、ですので誰が一体言った、誰の眺めなのか、さっき の、はい、あのラッセルの眺めという問題に戻れば、はい、誰の眺めなのかで、もしかしたら登場人物たちの眺めじゃないとすれば、はい、語り手の眺めなのか、はい、でそれすらもわからない、はい、もう感じになってますね、はいはい、なんか一例とかがある、そうですね、で一例としてはですね、はい、ちょっと用意してきましたけれども、例えば、はい、空一面が光に覆われたように見えたという時には、はい、この見えた、述語の見えたの主語は空一面になりますよね、はい、でそのままですね、そうですね、はい、でそこでその私は考えたというあの言葉語句もそこにはつかないわけです、はい、ですからその、見る主体、眺めの主体というものは、はい、つまり空一面が光に覆われたように見えたというこの言説の主体は記述されてない、はい、なるほど、それは先ほど の、 そのラッセルの対象から切り離された、はい、主体ですね、と同じような、はい、あの位置づけができると思うんです。それは面白いですね、はい、そういった記述が、はい、その波という小説の後ろの方はどんどんそうですね、エスカレートしていって、もう混乱状態、はい、小説というのは普通主人公がいて、そこから何か物語があると思うんですが、そうなんです、でもそれが、はい、まるでその内面の独白のように、はい、こういうふうに思うという、思うがないままに、はい、例えば何て言うんでしょうね、なんかお腹空いちゃったなと、はい、私がつぶやいたとすれば、はい、もうそれだけが続いていくような感じですね、はい、私が、お腹空いちゃったなと私が思ったなんて私は言いませんから、そうですね、独り言を言うときに、
ただその独り言がどんどんと続いていくような、はい、そしてその独り言を言っている主体というものが、はい、その全ての登場人物の、はい、言説でもあるように見え、はい、また誰の言説でもないように見えというような、はい、そういう感じなんですね、はいはい、なるほど。そういったところにその先ほどの、パースペクティブ、そうですね、文章で表現される、そうですね、もしかしたら影響を受けたのかもしれないし、という、おそらく影響を受けたと思います。それはそのフライの日記の中にも、はい、ウルフの日記の中にもやはり、ウルフがラッセルの、著作を読んだという記述が出てくるんですね、はいはい、でもちろん顔見知りですし、はい、それは文章で現れた、そうですね、つまりその見られていない対象を含む、はい、眺めですよね、はい、と、私たちが見ている、まさに見ている、はい、眺めというものを、まあ、その一つの、同じ同一空間上に、含めているということで、はい、よく似ていると思います。じゃあ研究としましては過去のそういう資料の中からそういった記述などを、はい、をまあ特徴的なものを何か調べてきて、その関連性みたいなものを、そうですね、分析することもあります、はいはい、ありがとうございます。こちらがそのロジャーフライとロジャーメニューの2つ目ですね。こちら専門研究と伝えていく研究ということですね、はいはい、今度こちらはどのようなものですか。今ですね、はい、私がコミュニケーションデザインセンターに、はい、おととしの4月から着任しまして、はい、その、おととしの10月から、はい、ミュージアムデザイン研究会という、はい、小規模な研究会を立ち上げて、で、活動をしています、はい、で、そこでは今まで私は本当に理論を中心に、はい、もう自分のための誰のためにもならないような研究を今、はい、言ったロジャーフライとかブルームズベリーとか、はい、あんまり知られていないようなところをつついてたんですけれども、はい、そうではなくて、もう少し専門的な内容を、はい、専門外の人に伝えるような、はい、そういった場を、作る活動をしています、はい、それこれまでは専門研究というのを行ったのは、うん、今度は伝えていくという研究も、はい、そうですね、そちらにも、はいはい、でそれがそのコミュニケーションデザインセンター全体のテーマというんでしょうか、はい、でもあるように思いますし、はい、またその、時代の要請というか社会のニーズでもあると思います、はいはい、開かれた大学と、そうですね、では具体的にはどのようなことを、ミュージアムデザイン研究会では、はいはい、広くですね、まあ、ミュージアムというふうに掲げてますけれども、はい、芸術に、関わっている芸術の専門家を、はい、毎回お呼びして、ね、まずレクチャーをしていただく、はい、でその中で参加者がここは問題だと思ったところを拾い上げて、はい、でそれを次にディスカッションする、はい、で、もうどん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 ディスカッションしていくということが、はい、その、この研究会の特徴でもあります、はいはい、なるほど、はい、それでは参加者の方では、開かれたというようなことで言いますと、さまざまな方、そうですね、開かれたというか、だんだんと開かれてきたといった方が適切かと思うんですが、はい、最初は本当にもう、私は先ほども言いましたように、はい、美学研究室というところで、はい、もう本当に専門に特化した研究を行ってましたので、はい、全然もう、周りが分からなかった、はい、で私の後輩たちもそういう傾向があったと思うんですね、はい、ただこういう活動するにあたって頼るべきはやっぱり後輩先輩方、はい、で、もう最初はもうゼミの延長でした、はい、だからもうその同じ研究室の後輩が助けてくれて、はい、でゲストは先輩ですね、はい、先輩で今活躍なさっているキュレーターの方ですとか、はい、ギャラリスト、はい、ガロのオーナーで、ガロのオーナーまで、はい、その子は後輩なんですけれども、はいはい、でそういったもう知り合いに呼びかけて、はい、もう本当身内でやってたようなものが、はい、だんだんとそのホームページを見て、はい、一般の方が参加を申し込んでくださるようになりまして、はいはい、でそこからだんだん状況が変わってきて、はい、最初はですからもうゼミの一環という感じですので、はい、もうディスカッションでも院生が手を挙げないようなものならどんどんさして、はい、なんとかこの子たちに発言させなきゃというような、はい、そういった勢いがあったんですが、だんだんとその参加者が変わってくると、はいはい、そうではなくて、そのレクチャラーの方た
ち、ゲストの方たちがやはり専門用語を使う場合がある、はいはい、もちろん配慮して優しい表現なさってくださってるんですが、はい、その優しい言葉というのをなんとかもう少し分かりやすく翻訳してお伝えするということを私自身しなければならないといった変化というのを感じています、はい、仲介役といいますか通訳的な役割というのができた、おそらくコーディネーターというのか、それともあのコミュニケーションデザインセンター習って言えば、はい、メディエーターというんでしょうかね、メディエーター、そういう媒介者という言葉を、はい、あの使っているようなんですが、はい、それをこの伝えていくというところの、うん、はい、活動に、そうです、はい、はい、ゆくゆくはそういう活動をもっと拡大していって、うん、こちらの方も非常に深めていくといいますか、そうですね、だからその専門研究ももちろん大事にしつつ、はい、こちらの、その、広く、その伝えていくというんでしょうか、はい、あのそういった活動もあの一方ではしていきたいと思います、はい、はい、それでは今度3つ目のキーワードですね、はい、感性を理論的に解き明かすということですが、はい、これ難しいことを言ってしまったんですけれども、感性と理論というのはどちらかと言いますと正反対な、まあ、一般的には言われます、そうですね、はい、なんかあの私がこういう本を実は書いてまして、はい、でここにロジャー・フライの批評理論というの、で知性と感受性の間で、はい、まあ、ゆる動くあのロジャーフライじゃないんですけれども、はい、あのそういうふうに書いてまして、はい、こういったその知性対感性っていうものは相対するものと考えられていて、はい、でその論理なんていう時はもちろんその知性に関わっているもの、はい、で感性なんていうのはあの非論理的なものとして考えられていると思うんですね、はい、だからその、数学であるとか、はい、つまり数学の数式ですとか、はい、工学モデルなんていうのはそういったその知性的なものが捉えた、はい、もう論理の統一体そのもののように見えるわけです、はい、だけれども、そうじゃなくて芸術作品のような感性的なものも、はい、あのその、知的な数式や工学モデルのように何か論理があって解き明かすことができるんじゃないかなというふうに、もちろんその工学モデルとか数式とは違う、はい、あの何かがあると思うんですけどね、それは例えばどのようなもの、それが難しいですよね、はい、うんうんうん、で感性的に、感性的にな論理で解き明かすって言葉は、はい、もしかして言葉にさえならないかもしれない、言葉にさえならない、うん、だけれども、そのなんかそういったシステムというものが、はい、あるんだろうと、これは本当にもう想像でしかないし、はい、ただロジャー・フライさんのこの、なんて言いますか、理論といいますか、というのが結構一つヒントになっている、ヒントになってます、彼自身がその最晩年ですね、はい、彼は1934年に亡くなるんですけれども、32年から33年かけての講義の中で、はい、あのセンシビリティというタイトルの講義をしています、はい、でそこで彼はセンセーション、感覚作用の論理であるとか、はい、感受性の論理ということを言っているんですね、はい、それがその知的な論理に対する、芸術作品特有の論理なんだと、はい、いうことを彼は言ってます、はい、最近でしたら感性工学であったりとか、まあ、心理学的なものというのが連続的に入ってきていると思うんですが、ああいったものとはやはりちょっと違ったものでして、そうですね、先ほども言いましたようにその感性的なものをその感性によって、もうあの把握するっていうその作業っていうのは、はい、あの言葉にさえならないかもしれないと、はい、でつまりあの形として現れにくい、はい、で感性工学がいや心理学ですね、はい、がしていることっていうのはそういったものをどういうふうに量化していくか、数値化、そうですね、数値化ということ、はい、量的な分析になっていく、はい、でそうではない、あくまでも美的な質というものをどういうふうに分析し解釈していくかというのが、はいはい、あのその感性論というか美学においては重要です、はいはい、現在のところでしたら言葉という、そうですね、まあ、あの、うん、言葉というものが手がかりになるだろうと、はい、でそれでまたラッセルに戻っていくわけです、はいはい、あ、なるほど、うん、そこはあの、まあ、これは本当にこの研究の、何て言いますか、目標といいますか、
到達したいところというか。そうですね、うん、でそれでその最近では、はい、ごめんなさい、この論理分析は美術費用にとって有効かというところで、はい、こちらは美術さん見えないかもしれないですけど、はい、はい、書かれているわけですね、はい、でここで先ほど言ったそのラッセルのパースペクティブとかセンシビリアという考え方が、はい、その美術批評にも転用できるのではないか、はい、ということをここで書いています、はいはい、でこれがその芸術作品に、を説明するときにどういうふうに転用するかということも、はい、あのこちらでは紹介しています。はい、論理分析こういう形で、ね、まあ徐々に、はい、いろいろと考察を重ねていって、はいはいはい、最終的にはもう一つの完成された理論になったらいいですね。はい、ありがとうございます、はい、まだまだいろいろとお聞きしていきたいところなんですが、はい、本日もちょっとお時間の方をやってみましたので、はい、研究施設がこの辺りにさせていただきます。わかりました、はい、本日はこの3つのキーワードでですね、研究の内容はこのロジャー・フライト・ブルームズベリーグループという、はい、この両者の間に理論的な関係といいますか、はいはい、相関関係がある。はい、でその中心となっているのが、ラッセルです。そうですね、ラッセルの理論があるんじゃないかという、はい、まずその仮説から、はい、いろいろとその検証をして、そうです、はい、ですね、はい、そして2つ目が専門研究と伝え的研究ということで、はいはい、ご自身の専門的な深めていく研究の他に、はい、やはりこう、まあ、社会に開かれたといいますか、はい、社会とこう何か伝えていくような研究だということで、はいはい、研究会を開催されて、そうです、そしてあの結構回数重ねていられて、そうですね、この6月で14回迎えてまして、はい、もうもちろんあの私一人だけではなくて、はい、その大学院生の力っていうのも非常に大きい、はい、だから最近ではその大学院生がもう自ら企画を立てたり、はい、ゲストに交渉したりということもしてくれてますし、はい、で今回はそのゲストスピーカーをお招きするのではなく、はい、その参加者で、その設営にも関わってくれていた大学院生が、はい、してくれると。なるほど。6月の22日に、はい、あのその基礎工学部、あの大阪大学の基礎工学部の、はい、J棟の1階にありますオレンジショップっていう、あ、はい、あのもうあの全部教室がオレンジなのですぐ分かると思うんですけど、はい、そこで、4時からですね、あの、はい、その研究発表会が行われます、はいはい、6月22日、はい、それも一般にこうオープンにしてもらえる。そうですね、でもあんまり来られると嫌だなって思ってるかもしれないですけれども、はい、でもあのオープンの方です。あ、そうなんですね、はい、じゃあまた興味のある方はホームページなので、そうですね、また、はいはい、お問い合わせください。はい、あ、そうです。そして3つ目は感性を理論に、はい、で理論的に解き明かすというのが、はい、今後の研究の最終的な目標で、そうですね、まあ、最終的ではないと思いますが、今長くかかるだろうな、はい、大きなテーマです。難しいテーマと。ただしその誰もがその美学者だったら同じことを考えているかもしれないなというのはありますね、はいはい、ありがとうございます。では本日はこの流れでお話しいただきまして、はい、ぜひですね、まあ、こういういろいろな方に伝えていくということであったり、はい、こういう感性を理論的にという、はい、まあ、チャレンジングなテーマをですね、まあ、今後もどんどん深めていっていただきまして、はい、ね、何かそういった成果をまたこのような形でありがとうございます。いらしていただければと、はいはい、あともう一つ、はい、こちらですね、あのさらにあのこれまではその絵画作品に、はい、専念してたんですけれども、はい、そればかりではなくて、同じようなそのラッセルの理論であるとか、また別の理論もあるかもしれませんが、はい、こういった映画研究ですとか、はい、デザインに転用できないかと考えております。はい、なるほど、じゃあ、はい、フィルムスタディーズ入門という、はいはい、翻訳です、はい、こちらはもう本当にその映画というところで、そうですね、そういう意味ではそのテーマを深めていくだけでなくて、はい、可能性を広げていくということも、はい、あの今生まれています。はい、あと何か、あともう一つあるんですけど、先ほどの、はい、じゃあまあ事前にご紹介しますと、はい、この話もしたい、はいはい、そうですね、このピカソの、ピカソの絵を使って、はい、そうですね、そのラッセルの理論を説明すると分かりやすいかと思うんですけれども、はい、その初めにそのキュビスムが、はい、まず
このブラックのこの絵ですね、はい、この絵を指してその批評家のボクセルという人がそのキュビスムという名称を与えたと、はい、元になっている言葉というのはキューブです、立体という言葉ですね、はい、で全ての複雑な形がキューブに還元されていると、はい、でそこからだんだんとその分析が進んでいくんです、はい、面白いですよね、分析というのは分解ということなんですが、はい、ですので、最初のこういったあのキュビスムの段階からこういったそのアナリティックな、はい、あの分析的な段階へとキュビスムが展開していく、でそこにおいてどういうふうに展開していくかというと、何が分析されるかというとこういった面なんですね、はい、あ、立体の、立体が面になって、そうですね、はい、立体のその面というものがその分析されていって、はいはい、例えばこれでいうとどうでしょうね、あの、あ、すみません、例えばこのいろんなその形の側面があると思うんですが、はい、それがその一つの一点から一点の方向から見られていないと、はい、いろんな方向から見られたものがここで組み合わさって一つの平面を作っている、はいはい、構成しているというのが分かると思います、はい、でこのいろんな眺めの、はい、をその一つの空間の中に配置するという考え方は、はい、さっきのラッセルのパースペクティブ空間の考え方に非常に似ているところですね、はい、一点からだとその見えてないところというのは、そのもうまさに夫ではない男の子です、そうですね、そういったところも、一つの平面の中にさまざまな角度から見たものを表現しているという、そうなんです、はい、あの伝統的なその絵画の伝統ではその遠近法というのがありまして、はいはい、でその遠近法で、代表的なのは一点透視図法と呼ばれる一点に集積するものですよね、はい、でそれはあのラッセルの言葉を借りればその詩的な眺め、はい、つまり私たちが今見ているこの眺めですね、はい、一方向からのでその一方向からの眺めの中でその対象に序列ができて前後左右というものが決まっていくと、はい、で、そういったものを使って、二次元平面に三次元のこの状況というものをどのように置換するか、はい、その変換システムが遠近法だったわけです、はい、その変換システムが今度はあのキュビスムの時代になると、はい、違った形で使われてきて、もはや一点に、収束しない、はい、一方向からの眺めではない、はい、眺めの相対というものが表現されるようになっています、はい、ミラールームみたいな入れ子中、入れ子の構造ですね、はい、それはまた多分別の、まだちょっと違う、はい、あのポストモダンのあたりの理論でまた解説できると思います。あ、そうなんですか、はい、それも理論的にあるんですね、はい、ありがとうございます、はい、最後にこれちょっと補足でご説明もいただきました、はいはい、それではあの本日は研究室のここまでにさせていただきます、はい、どうも本日は花見さんありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。こちらですね。このロジャーフライの批評理論。本日のお話はこちらに詳しく載っております。